トリニティカレッジ、ダブリン大学トリニティカレッジ、英語、トリニティカレッジダブリン、ザ・ユニバーシティ・オブ・ダブリンは、アイルランド共和国の首都ダブリンにある、アイルランド最古の国立大学である。400年以上の歴史と伝統があり、創立は1592年、創設者は、イングランド女王エリザベス一世である。2018年度、QS ワールド・ユニバーシティ・ランキングスによると、 アイルランド国内で第1位、ヨーロッパウジでは第29位、世界大学ランキングでは世界第88位である。1592年、トリニティカレッジ、トリニティカレッジ、ダブリンはアイルランド女王でもあったエリザベス一世の直令により、入職者、管理、国境界指定の高等教育のために設立された。正式名称はダブリンにおける、 エリザベス女王の申請にして分割されざる三位一体、大学、ザカレッジ・オブ・ザ・ホーリー・アンド・アンディバイデド、トリニティ・オブ・クイーン、エリザベス・ニア・ダブリンである。オックスフォード大学やケンブリッジ大学と並んで、英語圏最古の七大学の一つである。ダブリン市により、市の城壁外にあったオールホローズ修道院の敷地が提供された。当時は、ダブリン城からやや離れた町の東の外れであったが、 現在はダブリン市が大きく拡大、そして街の中心もやや東方に移動したため、大学生門前の広小路であるカレッジグリーンはダブリン交通の中心に位置している。設立当初はダブリンに暮らすプロテスタント国教会にのみ入学が許されていた。18世紀にアイルランドにおけるカトリックの差別撤廃が進むと1793年に カトリック教徒の入学も許可されるうになった。これは、イングランドのケンブリッジ大学や、オックスフォード大学よりも早く、それらの大学のモデルとなった。1873年には入学の際に心境を問われることはなくなったが、少なくとも1980年代までは、教区の司祭の許可書提出を求められる場合もあった。このように大学の設立に深く関わっていたため、 ダブリンのカトリック教会は1970年まで大学に関わるカトリック教徒を破門していたと共に特赦が与えられた。1904年には女性の入学が認められたが、これはアイルランドにおいて初めてのことであった。初の女性教授は1934年に任命されている。本校とは別に、ユニバーシティカレッジ、ダブリンやダブリンシティ大学が ダブリン市内に存在し、混同しやすいが、すべて無関係の別の大学である。ダブリン大学によると、ダブリン大学とトリニティカレッジは、同じ意味、同意語として扱われる。そもそもトリニティカレッジは、イングランドのオックスフォード大学やケンブリッジ大学を参考に作られたので、いわゆる400年前の英国カレッジ制、米国のカレッジとは異なるを採用した大学ある。 オックスフォードもケンブリッジも一つの大学というよりも、複数のカレッジが集まって総称して、オックスフォード大学やケンブリッジ大学と呼ばれる。つまりすべてのカレッジが、オックスフォード大学カレッジや、ケンブリッジ大学カレッジというのが、正式名称である。そしてそれらの大学は、学位授与機関としてのみ存在、ディグリー、アウェリング・ユニバーシティーし、教育はカレッジが行う。 ダブリン大学も同様に学位授与機関としてのみ存在し、教育はトリニティカレッジが行っている。よってダブリン大学といってもトリニティカレッジとは別に校舎を構えて大学として存在しているわけではない。そしてダブリン大学のカレッジはトリニティカレッジ一つである。よってダブリン大学とトリニティカレッジは同意語として扱われる。なぜこのような 複雑なシステムを採用しているかというと、400年以上前にトリニティカレッジが設立された当時のオックスフードやケンブリッジを参考に設立されたためであり、そのような歴史的背景が受け継がれているという証さでもある。常実のように大学はダブリン市内の中心部に設けられており、ダブリンの観光名所の一つとなっている。キャンパスの広さは47エカー。 19万メートル程度である。ダブリン大学トリニティカレッジは、文系、理系、医師役系が揃っている、総合大学である。大別すると、トリニティカレッジに存在する学問のセクションは次の3つで、あり、専攻は24専攻である。日本人留学生の正規入学の条件には、以下の外部リンクに記した引用通り、どの学部においても最低限等古いブットで90点。 アイエレッツで6.5以上の英語力が条件である。トリニティカレッジ図書館はアイルランドにおける最大規模の図書館である。エジプト時代のパピルスをはじめ計500万の書籍を収蔵する。イギリス、アイルランド両国で発行された書籍について全てを無償で請求できる権利とともに自由に復写することができる特別な権利を有する。1200年前に作られた ケルズの書はその中でも最も有名な本であり、世界で一番美しい本と言われている。映画、スター・ウォーズエピソードにクローンの攻撃において登場するジェダイアーカイブはこの図書館をもとにイメージされたと考えられている。図書館内の大広間とよく似たシーンが映画で登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。